諸葛亮孔明が好きだから当然右遷を持っている、三国志マニアなゆっくり霊夢です。右遷は名の通り鳥の羽で作られているうちわだぜ。夏になるといつもこれを使って涼しんでいる、夏だけ軍師になっている知的な魔理沙だぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは無能な曹操の息子、新郎よ。曹操は様々な未亡人や人妻と結婚しているので、結婚相手の子供たちをたくさん引き取っているわ。新郎もその中の一人ね。曹操様はそういった女性のことが大好きだからな。英雄色を好むってのはこういうことを言うのかな。さて改めて紹介する人物は新郎、あざなお元明。曹操の義理の息子にあたる人物。歴史書の中では無能な人物だと書かれているけれど、言うほど無能な人物なのか、と思う。権力争いに負けて立場を失ってしまった男。彼は一体どういった人物なんだ。新郎は平州新興郡出身の人物で、父親は呂布に仕えていた新義六という人物。198年に新義六が呂布の使いとして陰術のもとに行っている最中に曹操は呂布がいる可否城を包囲した。この時、曹操のもとに身を寄せていた関羽はしばしば曹操に可否にいる新義六の妻の歳を自分の妻にしたい、と願い出て曹操はこれを許可したの。関羽はこのお願いを何回も曹操にしたもんだから、曹操は新義六の妻の歳は相当な美人だな、と思って曹操は関羽との約束を破って城を落とすと歳を自分の妻にしたの。関羽は戦いの戦利品として敵将である新義六の奥さんが欲しいとお願いしたんだな。戦いの嫌なところだぜ。曹操様も一度はそれに許可を出したがあまりにも美人だったので我慢ができず、関羽との約束を反故にして自分の奥さんにしちゃったのか。新義六は曹操に降伏して秩県長に任命されたみたいね。その後劉備が曹操に対して謀反をして勝敗に行くと、劉備の側近である張飛が新義六の元を訪ねてきて、自分の妻を奪った曹操に仕えることは愚かなことではないか。俺たちと共に曹操に立ち向かわないか。と誘って一時は新義六もこの誘いに乗ったものの、数里ほど歩くうちに曹操に対して謀反をしたことを後悔して帰ろうとした。張飛は優柔不断な新義六の態度にぶち切れてこれを殺害したみたい。新義六ふわふわしすぎだよな。そりゃ奥さんを曹操様に取られて恨むのはよくわかるぜ。だから反乱したのにたった数キロ歩くうちにそれを後悔するなんて。短気な張飛じゃなくてもそりゃ呆れるよ。こうして新郎はお父さんを失うことになったんだけど、新郎はお母さんの歳と共に高級で養われ、曹操は新郎を実の息子のように可愛がっていたみたいなのよね。曹操は宴会の席でたびたび賓客に向かって、俺ほど義理の息子をこんだけ愛してる奴なんてこの世にはいない、と言ってたほどだからね。まあ血は繋がってこそいないが新郎は曹操様の義理の息子だ。曹操様は女性を愛するのはもちろんのこと、連れ子まで愛せる度量の大きさを秘めているぜ。新郎もつつましい性格をしてたようだから曹操もそこを気に入ったのかもしれないわね。新郎は諸侯の間を遊び歩き、曹操が亡くなり曹丕の時代になっても、曹丕が亡くなって曹営の時代になっても咎められることはなかったみたい。それどころか曹営が226年に皇帝に即位すると曹営は新郎をそばに置いておき、たかったようで、新郎を行基将軍、給仕中に任命したの。曹営が外出するときはいつも新郎は曹営のお供をしていたようね。生地血が繋がっていない一族なだけに曹営も新郎を信用しやすいのかもな。血が繋がっていると何かと派閥とか権力争いとかの揉め事が多いぜ。曹営の父親の曹丕も弟の曹植と熾烈な後継者争いをしていたしな。曹営にとって身内で一番信頼できるのが、血の繋がりのない一族の新郎なのかもしれないぜ。曹営は時に犯罪の摘発を好み、些細な罪でも死罪を命じることがたびたびあったの。新郎は曹営のずっと近くにいたのにもかかわらず特に曹営をいさめず、また誰一人として人材を推挙することがなかった。新郎は何もしなかった。何もしないからこそ、曹営は新郎のことが大好きだったみたい。察するに。些細な罪で死罪を命じる曹営のことを義の臣下たちはいさめたわずだぜ。曹営も臣下に文句を言われるとストレスが溜まるぜ。
だから自分を注意しない新郎がいると落ち着くんだろうな。宗英はあえて新郎のことを幼名である阿蘇と呼んで特別扱いし、特別に彼に褒美を授けることがまあ多かった。それに大きな家まで彼のために建設してプレゼントしたみたいだからね。周りの人々は新郎が無能であることは分かっていたんだけど、新郎は皇帝のそばにいたために多くの人物が新郎に賄賂を送っていた、みたいで、新郎の財産は高校と等しくなるほどあったみたい。おそらく新郎は宗英の一番のお気に入りだ。断っても賄賂が来るだろうし、わざわざ新郎も断らないと思うぜ。233年、戦費の可否能とほど今座儀に背き、平州志士の筆記が派遣した将軍である訴訟、頭筆が打たれると、宗英は行基将軍新郎に中軍を率いらせてこれを討伐させた。新郎はしっかり軍事もできる男ね。さすが新郎さんやで。ちゃっかり軍事もできることをアピールしてくる。238年、宗英が既得になると、宗英は後継者である双方が幼いので陰王宗を大将軍にし、両軍将軍か後見、武衛将軍曹操、トンキ高位総長、行基将軍新郎に双方の補佐を依頼。この報告を聞いて恐れたのが中書官劉邦と中書霊孫氏。彼らは長年宗英からの寵愛と牽制を盾に新郎らとは不和だったため、宗英の死後、新郎らが権力を握ると自分に害を与えるつもりでは、と思うようになったの。だから劉邦と孫氏は既得状態の宗英に、総長と新郎は陛下が重い病なのに周りの人々と冗談を口にし、炎王宗は兵力を背景に私たちが陛下に会うことを許してくれません、と言って宗英を惑わした。だから宗英は誰が双方の補佐にふさわしいか、と尋ねたの。彼らは曹操と芝居がよろしいかと、と言ったみたい。劉邦と孫氏の証言が本当の証言ならば、炎王宗は兵力を背景に何でも好き勝手にやるやつで、曹長、新郎は主君が既得状態なのに冗談を言う最低な奴ら、だぜ。こんな奴らに双方の補佐なんて命じたら国が滅びるぜ。まあほとんどが嘘の残言なんだろうけどな。宗英はこれを認めたんだけど、劉邦、孫氏が部屋から出ると今度は総長が部屋に入ってきて彼らが嘘をついている、と泣いて宗英をいさめてきたの。すると宗英は総長の言葉を信じたみたい。総長が部屋から出るとまたまた劉邦と孫氏は宗英の部屋に入ってきて同じ言葉を述べて宗英を説得して、宗英は劉邦と孫氏の言葉を信じるようになったの。さっきから同じやりとりを何回もしているわ。宗英は既得状態の人間だぜ。言葉巧みに説得されればそりゃ惑わされるのかもしれないな。劉邦は宗英の態度に業を煮やし、陛下、どうか自ら御事の理を書いてください、と願い出た。これに宗英は病が重く、体が動かぬのだ、と言うと、劉邦は宗英の手を無理やり取って御事の理を書かせたみたい。そして劉邦は大声で炎王宗らの官職を免じる御事の理が作られたぞ、と大いに叫んだのよ。形がどうであれ、これは間違いなく宗英が書いたものなので宗、総長、か後見、新郎らは官職を免職され、泣きながら家に帰ったようね。これを最後に新郎の名前は歴史書から消えるの。新郎は権力争いに負けた敗者だぜ。まあこの後権力を握った曹操と芝居は大いに争い、結果曹操の一族は誅殺されるので結果だけを見れば新郎にとっては良かったのかもしれないな。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。宗英も新郎のことを信用していたはずなのに、今はの際には信用しきれなかったってのがちょっとだけ悲しいな。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。